動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。京阪ナノ部隊が古石切中高弾を追ってる一方で、ニューズエクスプレスについても、再び音の木の1組目の流れを追うこととなりました。小木佐が古石切中高弾を率いているという情報から、新たなコンテンツを率いている懸念から、音の木の1組目を保持する目的があるのです。古石切中高弾の復活は、女機界にも大きな刺激で、予断を許さない状況にあります。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。いくら僕たちの一組目がカナリアになったところで変わらないものもあるよねー。てか、古石切中高弾が復活したからって、わざわざニューズエクスプレスにも、知らせること？音の木を死守するためだとのことで、小木佐はかなりと危なっかしいみたいだぜ。少なくともニューロットよりは、先に撃退することになるんやろうけどな。なら、ミサイル小木佐がいる、女機械に打ち込んでやろうさ。さすがはラビューだぜ。臨機応変に兵器を準備してきてるな。しかしながら、ミサイルって、いっそのこと、古石切中高弾にもぶち込んで、爆撃してもいいのではないのでしょうか。ニューロットやサータンでは、そうはいきませんけど、古石切中高弾ならです。確かにそうやな。古石切中高弾は、ラビューのミサイルでもコッパみじんにできるし、大系統の準備が整ったらいつでも発射できるんが現状やな。案外スタートたちもラビューのミサイルに乗り気なんだね。あまり労力を浪費するわけにはいきませんので、今回は車両たちの活躍にも注目していただきます。マイスター陣営もおるし、 ACP もおるしで、古石切中高弾は相変わらず余裕やん。小木佐を除いて軽いのはミカドマンを見たら明らかな話ね。しかしながら、古石切り中高弾そのものは、確かにカモだろうけど、加勢してる奴らがな。ですが、シュガーミントとかぎっこ、京阪のお庭には格闘タイプが多いですので、フェアリー属性が多い赤田組が明らかに有利ですね。特にサブウェポンキラーの複合ですと。サブウェポン対策に強いタイプか。まあ、シュガーミントたちが主な相手だろうな。むしろ抱えているコンテンツの合戦というところですよ。こっちの場合は京都の花札屋も音の木もおりますので、だからこそ音の木の1組目がカナリアになったままなのが引っかかるんですよ。前に古石切中高弾と戦った時もシュガーミントたちが厄介じゃったからの。ところでだけど、カエッコと京阪のお庭は全部向こうに見えるのかな。こうやって月球の収録に出ておる以上は全部向こうだと、こっちとしてはやりづらいのだよ。そうなったらそうなったで、あいつ
奴らを捨ててこい。本命はこっちのはずだろ。迷走するんじゃないぞ。古石切り中高弾の攻略では、京阪が実質的に一番のボトルネックなんですよ。古石切り中高弾が京阪のお庭を抱え込んでいる以上は、複雑な関係性になっておりますので。あとはそうやな、あれやな、石切りスタジオの影響でこっちが梅田にも乗り出してるところやな。阪急に割り当てられる前は、あそこが俺らの梅田ルートだったのだ。阪急京都線の前身、新京阪ってか、茨城市とか高槻市は古石切り中高弾と関係しないのだが。だがしかし、同じ阪急で京阪のお庭を言うなら、それは西宮北口のことだろうな。鍵っ子はともかく、京阪のお庭は、その気があったらこっちで管理できてたんやわ。だがマイスター陣営はそれを望まなかった。鍵っ子の世代じゃないのはダメだと。こっちからしたら鍵っ子をゲットできひんかった残念賞に移ったんや。あのラッピング車両が残念賞に移るってのがなんともだけど、ノーマルアット陣営のみならず、月鉄界隈全体でそう思われてたんやってな。どうしてこうなった？どうしてこうなった？しかしながら、中二病のあいつだけは例外だぜ。むしろその中二病のコンテンツが、鍵っ子らしいという謎現象まであるくらいだよね。鍵っ子に関しても、後のコンテンツもアニメ化してるんだけど、なんか違うよ。そんなにやろうか。まあ、改編やったら、ガールフレンドよりマシやろ。星船会だとそこは原作仕様で、しっかりとした作りになってるだけに、あまりにも違いすぎた仕様は、誰が得するのって話だったんだよね。あのドッペルゲンガーと比べても、醜い改編が、そこにあったわけやな。鍵っ子よりも鍵っ子らしいのは、あからさまに本末転倒なのだが、俺らのお庭が最後まで鍵っ子の面倒を見てや、ここまでこじれなかったんだろうがな。マイスター陣営は鍵っ子も、パピパピ陣営も、受け入れることなく、第三陣営を選んでたしで、はっきり言って、今の月鉄界隈は、鍵っ子や京阪のお庭を、過去の存在と判断してるで。そうやろそうやろ、評価は後から変わって、スペシャルートやったら全然可愛くないって、評価やわ。どうしてこうなった？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 ただの真吉明はどうしてこうなったって言いたいだけの口実っぽいんやけど、あんだけ不器用で傍若無人やったら、そりゃあ不細工に映ってまうわな。何人かは悪い子扱いされてるけど、本人からしたら文句は不可解しかな。フェアリー属性はそいつらを取り締まる役割があるんやわな。月鉄界隈やと黄色いネズミより先に本領を発揮してたんやけど、これには物理アタッカーが環境で暴れに暴れまくった中事情があるんやわな。これに対してフェアリーは特殊アタッカーがメインで、鍵っ子や京阪のお庭にとってはある意味で天敵。しかも月鉄界隈にいる中二病のあのコンテンツも特殊アタッカーがメインだから、なおさら特殊アタッカーによって竹頭家たちが苦しめられてるってことになるよね。鈴宮氏の解体の黒幕がフェアリーの特殊アタッカーやったわけで、シュガーミントも取り締まりを食らって、2015年度になって月鉄界隈に路線を買収されよったしで、古石切り中高弾こそがフェアリーの特殊アタッカーの最大の被害者みたいなもんやな。俺らズンガリもスターアットにどれだけ苦しめられてきたか。ズンガリは俺と鏡張っておかんとな。何をしでかすかわからへんのや。ズンガリは俺と鏡張っておかんとな。何をしでかすかわからへんのや。アツト創始者はエメリーやエモリアに対してよくは思うてへんのが実情なんやで。だったらアドコン1000級にまで魔改造しないといけないってことだな。バトラーに対して魔改造って言っていいのかな。音の木の1組目が戻ってこないと、いくら夢地が好調になったところで手の打ちようもないんじゃないか。一応火炎草はたびたび炸裂してるけど。あ、これは間違いなく夢地の主軸にさせたいってメッセージだな。そうそう、今年に関してはモノ竜を中心にした2024年問題ってあったんやけど、月鉄界隈においても〇〇年問題ってのがあるはずなんやわな。気づいてへんだけかもしれへんけど、月鉄2025年問題ってあるんやけど、大恐慌が起こるちゅうわけでもなく、俺が多くのサードパーティのコンテンツをカナリアに
に変身させる危険性中内容なんやわ。俺から言わせてもらうと、こいつはサードパーティがいらんことせえへんかったらなんとかなるんや。そうだよな。変なことをしなかったらカナリアにならずに済むんだよな。エモリアは一方的に音の木の一組目を平野正門の遠霊扱いしてカナリアに変えたけど、むしろスターアットがエモリアをカナリアに変えてもいいのではないかと。これに関してはアツと創始者の同意もあってこそやな。勝手にカナリアに変えるわけにはいかへんのやわ。エメリーは構わんだろ。ピーターになるのに毒を仕込んだって時点でいらんことしてるじゃん。エメリーもやけに嫌われてるわな。一括食らってもおかしくあらへんやろ。そもそもの話でアースムーンを取り込んでコンサートバッジも持ってる時点でピーターの前兆があったんや。仮にも鈴見足を潰したフェアリー属性の主軸鍵っ子も鶏飯のお庭もシュガーミントもフェアリー属性を相手に手も足も出ない状況やったんやで。鶏飯ナの舞台だとスターアットたちの性格もなんか言ってたわな。まった俺らが鍵っ子たちを全然可愛くないって評価したことを言いよったんか。まあほの子は同じ音の木でもオーラが違ってたりするんやけどな。思い出しだぞ思い出したぞー。月鉄界隈だとその件で不思議なことを言ってたんだよなー。渚からほのかに乗り換えというなんとも鉄道のスローガンみたいな感じだったぜ。平野正門の呪いをさらに断ち切るなら今度は地元の地下鉄にも加勢してもらおうか。それこそ例のスローガンの出番ね。東京マイハートで懲らしめなきゃ。東京マイハートってなんやねん。マイスター陣営も東京ラプソディーンに連れてくんか。俺がデビューしてから2014年になってずっとファンマイ東京だからな。なんやなんや、ファインマイ東京やと平野正門の呪いを断ち切られへんってか。スローガンでどうにもなるってもんじゃないけど、少なくともあいつらを連れていけるだろ。よいか、音の木があそこまで問題になってるのは神田神社を聖地にした弊害でもあるのだ。てか、古石切中高団が僕たちを狙ってるってのが最大のボトルネックだよ。ありえねえ。古石切中高団が音の木を使いこなせるかよ。音の木を使いこなそうと思うたらスクールアイドルの概念がいるで。月鉄界隈はドレミファ学園もあるし、見劣り感情線がアイドルアニメ御用のチアから逆に古石切中高団とは敵対関係していてもおかしくあらへんのが実情やわな。おまけに某秋葉のポップスターと違って月鉄界隈はアイドルキャラも恋愛上等ですから、考え方も意識もさらには覚悟も全然違っておりますよ。歌詞も同じことが言えますので。恋愛禁止条例が女性歌手の君を増やす諸悪の根源かどうかは定かじゃないし、仮にそうであっても哲学の領域っぽいからな。月級の収録でも原稿に苦労するぞ。レベルが全然ちゃうように思えるけど、日本エリアで言うたら80年代の基準でしかあらへんで、その80年代の層が濃すぎるからこそ月鉄界隈にとっても激しい刺激になっているわけですよ。そこにマイスター陣営が好む海外圏も加わって、より一層彩りついてというわけですね。下手をすれば世界的な音楽の全盛期は1980年代なのかもしれませんね。あの保守的な古石切中高団がスクールアイドルを採用するとは思えないし、やっぱり僕たちは古石切中高団とは敵対する立場になりかねないかな。そのゆえに古石切中高団は音の木をゲットできずに、鍵っ子と鶏飯のお庭を全面的に囲い込むことになったのでした。あー、思い出したー。古石切中高団はノベル系、特にラノベ系統を集中的に呼び寄せてる傾向だー。ではなおさら音の木が古石切中高団に寝返りされる要素が薄れてきますね。赤田組が音の木を囲い込んで、古石切中高団が鍵っ子と鶏飯のお庭を囲い込んだ。しかしながら月鉄界隈はそれ以外にも12秒のあいつも引き連れてる男が例外的な措置か。そして古石切中高団はラノベ系統を囲い込んでいるという流れですね。明らかに月鉄界隈とは縁のない世界だな。あの野郎どもは変に強がるから世話が焼けるしな。所詮は月球の収録とかも当てはまる三次元の世界には及ばへんねんけどな。
まあここまで3次元で強いんだったらサードパーティのコンテンツなんていらなくねえか。伝統無限上の巨大化だけを見て判断できる話やあらへんねんけど、鉄道とかやと3次元が強すぎるからその感覚がポップカルチャーと結びつくかが問題やな。まだまだ不思議な流れがメガールには多く秘められてるようだな。